ただいまより平成22年度石狩市立松田小学校第131回卒業証書授与式を行います。さて、本日、大学松田小学校の9名の学生一人一人、卒業証書をお渡ししました。1枚の証書ではありますが、この中には、6年間の皆さんの努力の実績がすべて刻まれています。それとともに、これまで皆さんを目指し、支えてくださった部下、先生、地域の方々の思いもすべて、褒められていると成長の証としての卒業証書に褒められた意をしっかりと楽しんでください。皆さんの学校生活はまだまだ続きます。どんなにスポーツな上手でも勉強ができる人に感謝する心を持っていなければ人として美しい心の持ち主とは言えません。そして素直にありがとうと言える人になってほしいと思います。いよいよ、お別れといたしました。改めて、卒業おめでとう。これからは、私は小学校で学ぶことをご意識し、立派な中学生となることを期待し、引き続きします。今回、卒業生9名の生徒になり、松田小学校のご卒業おめでとうございます。6年間の学校生活を無事に終えて、9名全員が、元気に卒業の日を迎えられることを大変喜ばしく思います。潮の香りに満ちた愛風に包まれてたくさんの思い出を胸にの花びらを押し立つ卒業生の皆さん、お卒業おめでとうございます。おめでとうございます。私たちは今小学校で卒業の日を迎えることができました。